これは別に押し付ける気もないですけど、僕の個人的な考えですけども、子供にお金を残さないと僕は決めてます。なぜなら不幸だからです。子供に残せるのは教育だけだと僕は、まあ子供いないですけどねっていうのは、僕は日々のすべてのことからすべての思考回路を走らします。自分がその状態になったことをすべて考えます。子供がいなくたって、子供がいること、子供にお金を残して子供が不幸になった話を聞いたとき、自分はじゃあどうするのかっていう考えを巡らします。っていうこと、まあどうでもいいですね。なので全て自己責任なので、独立する江口さんとそのまま結婚生活を続けるのも奥さんの決断です、ね。まあ、離婚してはダメですけど、ダメだけれども決断です。そしてそれが辛いって言ってお別れするんであれば、まあ、縁がなかったかも、変な意味で言ってるわけじゃないですよ、縁がなかったかもしれませんし、でも本当に縁があるんであれば、本当にその方が、その方っていうか、まあ、あればパートに出てくれるかもしれない、ちょっと分かんないですよ、適当なこと言ってます。でも全ては、どうでもよくて、どうでもよくないんですね。っていうのは、全てはなるようにしかならないからこそ、皆さんにできることは今自分にできる全力を尽くすしかできないっていうだけです。ですからどうにもならないことを考えるだけ無駄ってことです。今皆さんが全力でやるべきことを全力でやるだけの話ですから、そういう頑張らせてくれた思いに報いるのは全力でやることしかできません。結果を出すことが報いることではないです。そんなものはないのでね、ありませんので、です、なので、まあ、一番上にね、効率のいいことやるなって書いてます。これが皆さんのメンタルブロックの一つです。どうせやるんだったら一番効率のいいことやりたいって思うでしょう。効率のいいことやりました。コピーの通信講座で学びました。力になってましたか？力になってないですよね。最短ルートってね、皆さんに何の力ももたらしません。むしろ脆弱性をもたらしてくれます。脆さをいただけます、最短ルートは。それ以外が許容できなくなってるだけです。